何で決めるか。勝ち、佐々木朗希完全試合達成。やってみせました、佐々木朗希、歴史を作りました。そして今伝説になりました。今日のヒーローインタビューです。もちろんこの方、完全試合達成、佐々木朗希投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。史上最年少の完全試合が、しかも記録ずくめの達成になりましたけれども、今振り返ってみて今のご気分いかがでしょう。最高です。完全試合への意識っていうのはどの辺からあったんですか。いや、正直あんまり意識してなくて、打たれたらそれでいいかなと思って、最後まで、松川信じて投げました。その松川選手が、貴重な追加点となるあわやホームランというバッティングで援護してくれましたね。そうですね、ホームラン入ってほしかったんですけど、あの回、点取ってくれて嬉しかったです。それから今日奪った三振が19個、これが野田さんに並んで日本タイ記録。そして1回の最後から5回まで13打者連続奪三振、これは堂々の日本新記録です。この2つの記録いかがですか。本当に松川がいいリードしてくれたので、しっかりそこに要求に応えながら投げることができたかなと思います。今日のその要求に応えられたご自身一番良かった点、どういうところでしょう。ストライク先行で、早いカウントで勝負できたので良かったかなと思います。でもちろん今日が初めての完全試合で、その他の記録も今日初めて記録を塗り替えたということになりますけど、これからもっともっとっていう期待がファンの皆さん多いと思います。最後にファンの皆さんに向けて一言お願いします。次回も、いいピッチングができるように引き続き頑張ります。拍手が鳴りやみませんが、今日のヒーロー、見事な完全試合、佐々木朗希投手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。